佐藤から井ノ原、井ノ原からレアンドロ、そして松井。ここでレアンドロにボールが入った。レアンドロのシュート、レアンドロの左足。いやー、このプレーはすごいですね。すごいですね。うまくボールを流して、まあ、左足ですからね、これ利き足ではない、そうなんですよ、左足でのボールですからね、ここしかないっていうコースに入ってきましたね。